しゃべちゃん始まりました。イエーイ。のぞみです。ひとちゃんです。みのりんです。こんこんです。よろしくお願いします。今日は、グラビアアイドルの検索履歴を抜き出しちゃいます。ということで、今日 iPhone 持ってますよね。持ってきてもらって持ってきてよ。持ってきてって言われたから持ってきたけど、そういうこと。この検索履歴を今から抜き打ちでチェックしたいと思います。はい、3分もらっていいですか。やらない。変な検索履歴ちょっと見てみていいですか。そういうのなしだよ。そういうのなしだよ。怖っ。履歴チェックしてきますね。やばいやばい。まずはじめに何、橋本里奈って出てきた。なんでめっちゃ好きじゃん。どんだけ好きなの。好きやん。で、豆乳効果。胸大きく飲んでるもんね。胸大きくなる方法。思ったより悩んでた。豆乳からの胸だからもう確かに相当胸。あのおっぱい内分泌だったわ。内分泌しかいない今。相当胸でかくなりたいのね。食生活とか豆とか。豆健康、体に対してが悪いんだな。真面目か。ちょっと待ってください。その前に待って。なんかパッて見えた。なにちょっと見せて。見たい。これをね、したら幸せになれるよ。私の顔やないかい。このバッグ自撮りしてブレてちょっと顔が変顔になっちゃった時のやつ。そう。履歴あんまこれで検索しないんじゃない。本当にやばいやつは、シークレットモードってやつ使う。やめろやめろ。プライバシーモードだったかな。なんかそれでプライベートモードですね。あ、そうそう、プライベートってやつあるよ。 iPhone はプライベートモードで、Android はシークレットモードっていうのがあるから。だからね、やばいのは多分残ってないんだけど。てか、じゃあそのシークレットモードっていうか、プライベートモード見せて。で、それだって履歴残るのやつだもん。え、そのやばいやつ知らない。確かにね、そもそもだな。おすすめですよ。怖い。でもなんだろう、人ちゃんなんかそういうちょっとさ、なんかエッチなやつ見るのね。どういうこと。なんか意外とさ、そう、プライベートモードでそういうの見てる。ちょっとプライベートなんですよ、今。メンヘラ。メンヘラ。どういうこと。メンヘラメイク。メンヘラのメイクを調べてた。友達がメンヘラメイクやるって言うから、メンヘラメイクを調べてたのに。自分でやろうってしたわけじゃない。でも自分でもやってみた。やってみた。あと、なんか本当に牡蠣の重さは 150g なのかって。あ、自分の牡蠣とみかん調べたり。見れる。見れる。なんかもうすぐ調べるイメージある。なんか分かんないことあったらすぐ調べる。すぐ調べる。あ、昨日の飲んだ場所だけど。あ、本当だ。え、池田エライザ。違う違う、池田エライザさん結構ナイスバディじゃないですか。うんうんうん。だからランウェイの時とか、あの洋服よりもおっぱいの揺れに目がいくって話題だったから、そんなもんかなと思って。みんなにやばいかな。あ、そうだ。みのりちょ怖いんだけど、自分がみのりって調べる、何を調べるんだろう。一番謎ね。ちょっとチェックしてみて。ダメです。ダメです。ちょっと怖いね。本当に一回だけチェックさせてください。じゃあ10秒ね。19、8、7、6。早い。これはもう DVD 関係ね。 DVD で、じゃあなんかさ、最近2月に発売しようのよ。だからさ、なんかさ、自分のランキングみたいなの気になるじゃん。すごいランキング調べて、それで昨日はインフルエンザの予防接種を調べてた。だから渋谷インフルエンザずっと調べてて。え、みんなで YouTube って何見ない。でもやっぱりそのちょっと筋トレ系。あ、水島エロさんの料理。もうイケメンすぎて料理のメニューが入ってこない。あと筋肉体操とか。あ、ムキムキな感じですね、履歴も。そうなの。意外と、ひとちゃんぐらいだよね、変なもん。え、違うって。ひとちゃんも普通だよ。そうじゃない部分が。アンダーグラウンド。そうだよ、あのさ、プライベートのやつだよ。ずるいよね、それね。ずるいよね。プライベートで、いや、今度俺こっそりひとちゃんのやつ見よう。やだ。検索してるのを見るわ。検索してるとこ。みんなの前で何を検索してるの。後ろから見てるから。そんなとこで検索しません。また別途でチェックしたいと思います。はい、他のメンバーも見ましょう。はい。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上、しゃべちゃんでした。